都会でーす。これで何日持つかなって、何日家族5人家族で朝昼晩何日持つかっていうのをちょっとやってみたいなと思います。まず買ってきたものの紹介をしますね。まずは米は10キロを昨日買ってきました。10キロを昨日買ったので、足りない時のための焼きそばです。あ、値段の紹介してこうね、激安だから、本当にびっくりしちゃうぐらい激安だからさ。豚三枚肉、こちらが1キロ、はい、デンマーク産です。沖縄デンマーク産とかスペイン産とか結構多いです。はい、そしてこれは手羽、国産手羽元 B って言って、ちょっと骨が折れてたりするものです。ちょっとお買い得になってるタイプのものです。これが2キロで598円、安。そして、の胸肉です。これも国産、これは国産の胸肉、これ2キロが、はい、930円ですね。これもコストコより安いかな。合いびきミンチ1キロ1キロが720円。タコライス作ったりチャーハン作ったり三色丼作ったりして、ひき肉は結構重宝しますね。火の通りが早いからね。焼きそば、これだ。これが、5食入りなんですけど268円。これはまあ5人分にはならないんですけど、子供2人分とかお弁当にね入れられればいいかなと思ってます。で、卵、はあ、もうショックなことに卵割れてた。めっちゃ荷物が多かったから、まあ、ガサ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 割れてます。はい、卵が198円、ちょっと割れちゃいましたけど切り抜き価格ね。そしてラーメン、このラーメンがなんと賞味期限間近だったので半額だの半額だのじゃない、半額なの、139円で、子供たちってさ、無駄に夜中とかお腹空くじゃない。特に十何歳の子、17歳19歳とか、これ3つ買ってきました。4つ残ってたんだけど3つ買ってきました。使ってきましたよ。そして、そうめんも米がない、お米が足りない時にすごく便利なので238円、安、238円です。そして味噌ラーメンにはコーンかなと思ってコーン買ってきました。これが88円、お安。そして、ポーク缶詰です。爆上がりしてますね今ね、ポーク缶ミッドランド、これは子供たちはよく食べてます。自分で切って朝ごはんとかにして食べたりとかもしているので結構便利です。はい、でこんな感じです。で2つ買いました。そしてマグロフレーク、これがマグロフレークが1つ169円です。昔は110円だったのね、169円に、ね、上がってます。これ2つ買ってます。そしてあと三男とか結構コンビニとかで甘い飲み物とか買ったりするので、まあ買えるだけ買っておきました。これがね、多分賞味期限がもうそろそろだよっていうのがすごく店頭前に置いてあって、スポット商品で安くなってるんですよ。これが1本ね58円、すごくない。このあとアセレラビタミンティー、レモンティーとか子供たち好きよね、なのでこれも2本58円で、もう持てないのでこれぐらいにしております。なのでこれのだけの材料で何日間持つかなーって、怒涛の夏休みが始まりますので私も気合い入れて今日買い物してきました。これ締めて6265円です、中松商事。はい、ここはめちゃめちゃ重宝してます。ガソリン代かけて南城市のコストコに行くより時間もお金もガソリンも節約できるんじゃないかなと最近思います。そしてなんと我が家の近くにあの激安スーパーができるんですって。あれですよ、あれです。なのでそうなったらもうコストコ行く必要ないんじゃないと思って、コストコの会員になるのを今は考えておりません。はいね、でも楽しいけどね、コストコ電化製品とか欲しいなっていう場合はいいかもしれないですね。テレビとかパソコンとか、なんか iPods いや AirPodsみたいなやつとかは安いんでしょうね。なので、はい。でもコストコのピザとか食べたいなって思う。うん、はい、こんな感じです。はい。今日はラーメンが格安で買えたのでめちゃめちゃ嬉しいです。もうこのラーメン300円ぐらい
するんですよ。前は220円ぐらいだったのがめちゃめちゃ値上がりして、しかもそれが何半額39円だよこれ。これおやつですね、もうほぼ。今回お野菜とかは載せてないです。お野菜類はちょっとちょこちょこ買い物に行こうかなと思います。お肉類とかこう缶詰類はのまとめ買いをしておりますね。冷めるまでこんな感じで放置して、今日は、旦那さんがこれ買ってあったので冷やし中華に乗せて、私はそうめん煮物を買ったので煮物を乗せて、やっぱこれもねまた足りないと思うので一つ温めるので茹でてちょっと、ね、のっけ冷やし中華風みたいな感じに仕上げたいと思います。サラダそうめん風な感じかな。こんな感じで冷めたので、はい、これぐらいですね。プリハムみたいな感じですね。裂いてもいいですし、こんな風にスライスしてもいいかなと思います。ヘルシーだけど、すごいボリュームがあるので、私は好きです。作り置きしておくといいかなと思います。はい、タレをかけたらこんな感じになりました。旦那さんのは、冷やし中華2人前なんですけど、私はちょっとそうめんですね、めんつゆかけてラー油かけてごまドレッシングをかけました。あと次男はこれのねもうちょっと大きいのの作ってあげようかなと思います。まだ帰ってこないのでね、先に私食べちゃいます。今日はね、ニンニクで玉ねぎとナスね、2本玉ねぎ1個とナス2本炒めてトマトソース煮込みを作ります。鶏の手羽は前日に
圧力鍋で柔らかくしてます。ただ活力鍋で2分加熱したんですけど、だいぶ柔らかくなってしまったので、ここに今から入れてしまうと骨からね取れちゃう感じぐらいまで柔らかくなっちゃったので、先にトマトソースを作っておいて、煮込みを作っておいて、この中に後から入れて味を染み込ませたいと思います。今日は朝で準備して、夜の今日のママ友女子飲み会を楽しむためのメキシカン風の料理を作ってますね。これちょっとねチリパウダーとか入れてメキシカン風にするかどうしようか悩んでます。タコスは作るんですよね、みんなでこう巻いてね食べるやつなので、ただのトマトソースにするかメキシカンにするかちょっと検討中でございます。トマトジュースを使うとすごい時短になるので、おすすめです。無塩のものとかあるので、いろいろねこうするともう濃縮されているので時短になると思います。